ウクライナにロ軍の位置情報提供を提案。年初にプリゴジン氏、米氏。ロシアの民間軍事会社、ワグネルを率いる、エフゲニー・プリゴジン氏が、ウクライナ政府に対し、ロシアの侵攻部隊の位置情報提供を提案したと、米氏ワシントン・ポストが報じた。ワグネルは、ウクライナ東部の激戦地バフムトで、ロシアの主力部隊を形成してきた。同氏は、米情報当局の流出した資料に基づき、 プリゴジン氏が今年1月に、ウクライナ軍がバフムトから撤退することを条件に、情報当局にロシア軍の位置情報提供を提案したと伝えた。ウクライナ側は拒否したという。ロシアのプーチン大統領に近いプリゴジン氏は今月、十分な弾薬が供給されていないため、バフムトから部隊を撤退させると表明したが、その後に撤回。9日の音声メッセージで、撤退すれば反逆者とみなされると述べていた。 ロシア正規軍とワグネルの関係が一層ギクしャクしている中で、ウクライナに続いて、アメリカも立て続けに罹患策を打ってきた感じですね。もちろん事実の可能性はあります。逆に、ロシア側がウクライナに仕掛けた罠だったのかもしれません。しかし、事実かどうかはさほど重要ではなく、このタイミングで相互の疑心暗鬼を増幅させ、連携を乱すことに目的があるのでしょう。ということは、やはり、 ウクライナ、軍の本格的な反抗作戦が近いと思われます。ウクライナ、バフムト周辺で陣地10カ所以上奪取か、ロ軍大佐2人戦士ロシアの侵略を受けるウクライナのマリャル国防次官は14日、最激戦地の東部ドネツク州バフムト周辺で陣地10カ所以上をロ軍から奪取したと交流サイト SNS で発表した。マリアル氏はは、13日には ウクライナ軍がバフムト方面で2方向から前進していると説明、バフムトは一時、ロ軍による制圧が近いとの観測が強まったが、最近はウクライナ軍が同市や周辺で反撃し、ロ軍を後退させていると見られている。ロ国防省は14日、バフムト方面で、ウクライナ軍が大規模な攻撃作戦を試みているとした上で、すべて撃退し、防衛線は破られなかったと主張した。一方 バフムト方面で部隊式を担っていた大佐2人が戦死したとも明らかにしたウクライナのポドリャク大統領府長官顧問はバフムト方面での反撃について同国軍が近く着手するとの観測が出ている本格的な反攻作戦の序章だと指摘したドイツメディアへのインタビューでの発言を14日ウクライナメディアが伝えたウクライナのゼレンスキー大統領は14日前日のイタリアに続いてドイツを訪問し 同国のショルツ首相と会談、軍事的・経済的支援に謝意を表明した。会談後の共同記者会見でゼレンスキー氏は今年、我々はロシアの敗北を取り返しのつかないものにすると表明、領土奪還を続ける意思を示した。ロイター通信によると、ショルツ氏は必要な限りの支援を続けると改めて約束した。ゼレンスキーのの、はまだだの 油断していいたのではないかまさかここまで攻撃されるとはである普通なら真っ先に後退するロシア将官たちだがその判断もさせないほど巧妙にかつ迅速な攻撃イギリスから供与のストームシャドウも2ヶ月前からウクライナに供与され訓練もされていたとのことウクライナや西側も盛んに情報をメディアに流しているよと思ったらしっかりこの辺の機密保持は保たれている ゼレンスキーの精力的な西側支援行動や対ロシアへのか乱作業など戦時大統領として立派以上に職務を果たしていることに感動ロシア国防省のコメントによれば戦死した人は以下の2名だというラチェスラフ・マカロフ大佐第4機動ライフル旅団司令官エフゲニー・グロフコ大佐軍団軍事政治活動担当副司令官徴兵軍事経験のない新兵は ロシアの法律では国外の戦争に出せないので、今後来るとしたら、経験値のある予備役の動員兵や、職業軍人である志願兵中心でしょうね、40万人を目標ノルマにして、職業軍人の動員の募集をかけたと、4月に報道されてるので、まだまとまった数を補充するには間に合いそうにないかな。それとは別に、プーチンは春の徴兵期間に、14万7人を徴収する法令に署名したとされてるけど。 国防省のコメントによれば、ウクライナにおける特別軍事作戦とは一切関係はない、と述べている。反プーチン、反ワグネルの組織も出てきて、混沌とするロシア国内。ウクライナと国境を接するロシア西部で、ロシアの軍用機4機が墜落か。ロシアメディアは5月13日、ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州で、ロシア軍のヘリコプターや戦闘機など合わせて4機が墜落し、 乗員ら9人が死亡したと伝えた撃墜された可能性も伝えられているが詳細は分かっていない飯田戦場をめぐるニュースは両側から様々な情報が流されていますので何が本当なのかわからないところがありますすでに大攻勢は始まっているのでしょうか須田表面上の正規軍同士の大攻勢というよりも水面下の非正規戦のようなところで 色々な動きが起こっているのではないでしょうかロシア領土内を攻められないウクライナ軍、スダ特にウクライナ軍の制約で考えるとロシアの領土内での展開は難しいところがあります。やってはいけないということではありませんし戦略上は十分ありうるのですが第3次世界大戦的なところにつながっていかないようアメリカやヨーロッパ諸国が押しとどめているのです。いいだ 第三次世界大戦につながらないように。須田ですので、ウクライナとしては正々堂々とできない、先だってのロシア・モスクワでの無人機による攻撃や、クリミア半島をめぐる動き、また今回のロシア機撃墜もロシア領土内ではないですかこのあたりについては、誰がやったという確証は出にくいと思います。イーダ、ウクライナとしては、すべて自国の領土内で行おうとすると。 展開としては非常に難しい。誰がやったかはわからないけれども、プレゼンスは示せるのですか。スダ、兵壌を叩くというところもあると思います。ワグネル・プリゴジン氏のロシア軍批判に加え、反プーチン、反ワグネルの組織も出てきて混沌とするロシア国内。スダ、もう一つ目を転じなければいけないのはロシア国内の動きです。イーダロシア国内の動き。 ワグネル創設者のプリゴジン氏があれだけロシア軍場合によってはプーチン大統領批判とも取られかねないような動きを見せていますそれだけではなく反プーチン反ワグネルというような軍グループもありますそれもロシア軍本体ではなくワグネル的な私兵組織の存在も出てきて国内の状況が混沌としています飯田ロシアには30以上の民間軍事会社があると報道されていますよね 須田それぞれれれぞぞがそそに動き始めています。その背景には新興財閥がついていますので資金面はあるのですポストプーチンのようなところが見えてくるとそこからさまざまな不穏な動きが出てくるのではないかと思いますイーダ、現代版の軍閥が軍友割拠するような状況になってきていますね須田なりかねないと思います気になるロシア国内の不安定な状況イーダ。 この先、ロシア国内がバラバラになったら、それはそれでまた不安定ですよね。須田、内戦的な動きにもなりかねないリスクをはらんでいると思います。飯田、G7 を前にして、いろいろと動いていますね。須田、本当に大きな動きです。飯田、議長国として岸田さんはどのように動くのでしょうか。ロシアの崩壊は避けられないと思います。 ただ、この問題を岸田総理が解決に向けて動くことは無理。残念だけど、当たり障りのない表現で、逃げ切るのが精一杯でしょう。ロシアが崩壊すれば、内戦も十分考えられる。当然、プーチンは戦争に勝っても負けても、大統領として現職にとどまることは無理。オリガルヒからすれば、財産まで取られて、プーチンへの怒りは収まるはずがない。ロシアがこのように矛盾したた国だったとは 戦争が始まるまるで知らなかった北朝鮮など比較にならない国と友好国のように仲良くしていた日本は情けない気がする。